はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日はいつもしない挨拶をしてみました。すいません、いつもしなくて。はい、ファッションということで購入品をご紹介していきたいんですけれども、まずね、季節先取りっていうか売れ残りを買ってきたので、なんかちょっと表現悪いですよね。はい、セール品をコストコで、昨日こちらのもう冬に着るトレーナーなんですけど、トミーのね、こちら1377円でしたのでちょっと買っちゃいました。これメンズなんですけど、メンズの M ですね。はい、冬用なので裏起毛です。ちょっと先取りしすぎちゃいましたけどね。パジャマにしたりするのにもいいし、ちょっと体を動かすときにも必要かなと思って買っちゃいました。なんか匂いがちょっと臭いね、臭い感じする、変わった匂いする。まあ洗ってると取れると思うんですけど、はい、実際もっときっとトミーのアウトレットとかでも高いと思うんですけど、1377円という値段に惹かれてしまいました。一番良くないパターンですよね。デザインではなく値段ですからね。はい、はい、続きまして、ちょっとまたこれも季節先取りっていうか、なんで今夏も来てないのにって感じで、マフラーなんですけど、これポール&ジョーですね。こちらのマフラーが3000円くらいだったのかな。はい、これすごくね可愛いんですよ。リボンついてて、マフラーはずっとユニクロのカシミアのマフラー使ってたんですけど、もうあまりにボロボロで毛玉だらけになったので捨てちゃったので、まあこの冬、今年の冬つけるマフラーがないんで、いろいろ検索しましたら、まあどこも結構売り切れだったんですけど、楽天で見つけてもう買っとこうと思って買ったんですけど、最初ねこれ不良品じゃないかと思って、もうショップとかに大文句の、はい、メール送ったんですけど、なんでかと言いますと、ちょっとまたね動画が長くなっちゃうんですけど、これねリボンがねちょっとついてんですけど、こうほらここにね、こっちか、穴が開いてるんですよ。穴こうバッテンにして、ちょうどね可愛くリボン結びしてる体のマフラーなんですけど、ここだ、ここにねほら穴が開いてるんですよ。ここにこっちを通すとどうなるかと申しますとね、なんかほら縦結びになってんの、これちょっとおかしいですよね。と思って直せないし、何これって言うんでショップに大文句それでショップの素晴らしい対応によって、これは私の本当にミスだって分かったんですけど、実はこれはリボンの方を、まあ、私の左側に持ってきてここに通すというね、まあちょっと説明がねないからね、私もね分かんなかったんですけど、ちゃんとね親切丁寧に教えていただきましたよね。そうすると可愛くリボンになるんですよね。ちょっと暑いですけどね、今は。今年の冬はこれで可愛く50代でも気も可愛くなれるかな、キモい可愛いんじゃなくてキモい感じでいけるかなって、ちょっと良くないね、キモいって何キモいって。はい、もう自分的にはもうすっごい可愛い、顔がなければ似合ってるみたいな感じなんですけどね。はい、まあ若い子向きなんですけどね、そういうの気にしてたらねファッションなんか何にもできない。はい、こういったものを購入しました。はい、それではメインの方行きましょう。メインの方っていうのもおかしいんですけどね、初めて今回 D ファッション、ドコモの方のファッションサイトで購入しました。なんでかと申しますと、
スマホを買い替えたんですよ。それで古いスマホを持ってきましたら、ポイントで下取りっていうか買い取ってもらいまして、まあなかなか結構なポイントになったので、それで初めて洋服を買っちゃったんですけど、はい、まあそれはそうと、こちらトランティアンの洋服です。まあセール品だったんですけど、こちらね、セットアップでした。色は本当は黒が良かったんですけど完売でした。セットアップいいですよね。ブラウスっていうか T シャツなんですけど、なんか襟ついてたり、このリボンがついてたりね。はい、ちょっとババアが着るとちょっと恐ろしい感じになっちゃいますけど、私はそういうの全然気にしないで着ていきたいと思います。こちらね、トランティアンのものと、トランティアンソンデュモード、難しい名前ですよね。はい、チェックのスカートのセットアップです。ちょっと長いマーメイドスカート、大丈夫ですよ。この後ろゴムになってるんで多分入るような気がします。まあ、ちょっと肉食い込むかもしれないですけどね。はい、裏地もついてて、まあ、トランティアンなんで元の値段がすごく高いんでちゃんとしてますよね。14,300円、もう絶対定価では買わない。それでこれが4,290円、結構安くなってましたね。はい、こちらを購入しました。はい、そしてもう一つ、またトランティアンのものなんですけど、スカートですね。まあちょっとポイントを使う、もうポイントで絶対買い物しようって決めてたんで、 D ファッションでね、普段定価で買えないようなところにしようと思うと、やっぱりトランティアになっちゃうんですよね。はい、こちらのスカートです。なんかテカテカしてる、このレースみたいな、レーシーみたいな感じのスカートですね。刺繍がしてあって、はい、こちら定価が 13,200円、まあまあ高いですね。こちらは3,960 円でした。ちょっと可愛らしい感じです。ちょっとじゃないか、だいぶ可愛らしい感じ。後ろが長くなってますね。夏っぽくていいと思いますね。本当はもっといろいろ買いたかったんですけど、やっぱり値がケチなので、ポイントすら全部一度に失うのが惜しくて、半分だけ今回使ったんですけど、はい、まあそれで買いました、はい、スカートで。そして最後がこちら、一番今回欲しかった T シャツです。アニエスベイの T シャツです。こちら2年くらい前からずっと目をつけて欲しかったんですけど、なんか T シャツってこれ8800円するんですけど、なかなか安くならないしね。あ、でも1000円のクーポンついてたんで1000円オフくらいだったと思うんですけど、なかなか T シャツに8000円ってどうだろうと思って、だって GU とかユニクロでそこそこ素敵な何デザインのものがね3000円4000円で買えるから、なかなかね、いくらアニエスベイだからって高いじゃないですか。でもね、ずっと欲しかったんです。はい、こんな感じ、 M サイズです。これなんかね、着てる人を街中でよく夏見かけて、あ、なんか素敵だなっていつもね思ってたんですよ。まあちょっと自分に似合うかどうかは置いといてですね、まあメンズ男性もすごい素敵だし、女の子もね白だったり、まあ私はちょっと多分白は似合わないと思ったので黒にしましたけど、でもこの黒の T シャツにデニムだとなんかラーメン屋さんっぽくなっちゃうんで気をつけないといけないですね。はい、あと生地もそれほどペラペラじゃないんでしっかりとしてますけど、まあ、体の線を肉を拾うかどうかが問題ですよね。はい、でこちらやっぱり8800円ですね。あ、でも値引きが1000円になってるんで、はい、こちらは綿ですよね、綿100。これはね、ほんとね、ちょっとね嬉しかったです。じゃあ後ほど
試着をしていきたいと思います。はい、試着してみました。まずはトランティアンのセットアップですね。はい、こちらちょっと襟がついている T シャツですよね。 T シャツ素材で、で後ろリボンなんですけど、なかなかね後ろってうまく結べないですよね。でもここなんかボタンになってまして、リボンなしもいけますね。なんかちょっとすごい下手くそ。まあリボンなくても大丈夫かな。無理やり少しでもウエストをこうキュッと何スタイルよく見えるように無理してもぎゅうぎゅうに結んでるからちょっと変な感じですね。あとスカートはきついなんとか入ったんですけど、もう弾けるんじゃないかなと思いました。まあちょっと後ろゴムなんでなんとかなりましたけど、色はそうですねベージュなので白で、普段あんまり着ない色ですけどね、はい、たまにはいいかなと思います。色の黒さが際立って見えるっていうのはちょっとありますよね。はい、どうでしょう、お腹目立ってるかな。ちょっとリボンはなくてもいいかな、車の運転するとき邪魔だしね。はい、こんな感じ。はい、トップスは同じで、スカートだけちょっと違うもの、もう一つの方に着替えてみました。すごくきつい。またね、鍵ホップ2段なんでまだいいですけど、ゴムだし、あ、ゴムはなかった、ゴムはないからいいけど、結構きつい。一瞬で着合わせできるガードルは一応履いてるんですけど、ちょうどね、ガードルの位置はこの辺なんで、ここね、なんかフリーなんですよ、この辺。だから、肉がすごいんですよね。お見せすることはできないんですけど。で、ちょっとまたトップスはリボンつけたまま行ってみようかなと思います。すいません、ちょっとどかどかシューズの音がうるさくてすいません。スカートはちょっと後ろが少し長くなってる感じですかね。後ろが、はい、夏っぽい感じですよね。 T シャツとなんかね、色が黒すぎるもうくすんでるどうしようもないですよね。なんかそういうとこが気になっちゃう年頃です。はい、アニエスベイ着てみました。まあ可愛らしいですね。なんかね、まあ、首も詰まってていいんですけど、ちょっとね、頭入れるときね大変でした。お化粧品が、化粧がここに ついてしまうんじゃないかと、ちょっとヒヤヒヤしましたけど、大丈夫です。マスクして、気をつけながら、はい、着替えました。はい、それでですね、実は、先に商品を紹介してから、イオンに行ってきたんですよ。はい。なので、紹介した時は朝の8時頃だったんですけど、今はもうすでにね、14時回って15時になろうかなっていう感じですね。はい。この白いパンツ、これ、レプシムって買ってきました。ちょっと安かったです。50% オフ。4620円の 50% オフですね。働くセブンデイズパンツ、なんだろう、7日間毎日履けるってやつ、洗わないで、それはちょっと不潔ですよね。まあ、ちょっとセブンデイズの意味わかんないんですけど、はい、これ買ってみました。紐ついててあんまり意味ないんですけどね、私あんまり紐がもう入れちゃって、はい、T シャツなんですけど、インしなくて、ちょっとすいません、肌見えちゃって、汚らしいの見せちゃってすいません。はい、丈はこんな感じです。あ、でも出してもいいですね。はい、
なんとなくこう黒い T シャツに黒いスカートを私はいつも合わせがちなんですけれども、それよりはちょっと違う色を合わせた方が重くはないかなと思って、あえて白いパンツ買いました。あの GU の白いパンツ持ってたんですけれども、なぜかなんか黄色くシャッシャッシャッとなんか汚れみたいな感じでついちゃったんで、もうそれはさよならしたので、もう白いパンツがなくなってしまったので、ちょっと今日買っちゃいました。ダメですよねどん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 洋服増えちゃって、はい、あとね、実はですね、スカートもあるんですよ、スカートバージョン。はいはい、実はこの T シャツに合わせたくて、このスカートもちょっと買ってきちゃいました。こちらちょっとカーキっぽく見えるんですけど、チャコールですね。カーキもあったんですけど、本当になんか緑してたんで、はい、チャコールの方がちょっと緑がかってて可愛い感じでしたね。ここなんか真ん中ファスナーになってまして、ちょっとすいません、すごい格好でここね、開けられるんですよ。開けても見えちゃうわけじゃなくて、開けるとまたちょっとね違った感じ、開けない方がいいかな、なんか開けても開けなくても一緒だ、なので閉じておきます。はい、ちょっとカジュアルなんですけど女らしくていいなと思って、ゴムだしね。ポケットは実際使わないけど、なんかたくさんついてるんですよ。昔なんかここのね、こういうパンツ、カーゴパンツみたいな、ここに私長財布入れてて落としたことあるんですけどね、18歳の時に。あのちゃんと見つかりましたけど、ここにあの長財布は入れるもんじゃないですね。はい、まあ、ちょっとアニエスベーの T シャツはとても可愛らしくて、でも合わせる服がないから、ちょっと新たにアイテム増やしがちですね。はい、とても可愛いと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。